出演のお二人です。お願いします。お願いします。初めましてかな。初めましてですね。ですよね。キンキキッズという2人グループがいますけど、はい、どういったイメージでご覧になってました？あのね、嫌い。ちょっと待って、その 理由が被ってる。特に光一くん。小鳥さんと僕が被ってる。何が被ってる？そこ気になる。ビジュアル。なんでだよ。ビジュアルが真逆じゃねえか。被ってない。こう。で、カメラさんちょっと見てください。そっくりでしょ。親戚のお兄ちゃんですよ。もう本当言われるもんよく。ゴリラ顔だね。こっちゴリラ顔。俺ゴリラ顔ってことやつ。でも髪型お前さ、なあちょっと。でも今こんな。自分で切ってんだ。はい、これ自分で、はい、そんなに金ないの？行くのがもう面倒くさい。お二人も美容室ですか？僕はペット専用のペットトリマーに。どうもと一問一答。このコーナーですね、ゲストの方に次々堂本兄弟はご覧のスポンサーの提供でお送りします。2人一緒に行きます？2人一緒に。あの早く帰りたいんじゃないですか。それでは参りましょう、はい、堂本一問一答。それではワルクセールのお二人に質問です。はい、まず川田さん、あなたの本名は？川田博樹。続いてゴリさん、本名は？テルヤトシユキ。ゴリさん、子供の頃のあだ名は？馬坊。川田さん、はい、ガレッジセールの名前の由来は？あの由来は、あの、つけられた。そう。ゴリさん、はい、あなたの理想の女性は？ゴリエ。川田さん、はい、最近一番怒ったことは？最近一番怒ったこと、あのエビフライにタルタルソースがついてなかった。怒られた。川田さん、はい、自分の好きなところは？マイペース。川田さん、逆に自分の嫌いなところは？マイペースすぎる。ゴリさん、はい、自分の好きなところは？好きなところ、なんだろう、毛深いところ、毛深いところじゃないな、なんだろう、潔癖症もあんまり言えこないな。完璧主義。ゴリさん、はい、逆に自分の嫌いなところは？潔癖症。ゴリさん、はい、一番大切な人は？相方。では川田さん、はい、一番大切な人は？友達。川田さん、はい、バナナでダジャレを一つ言ってください。バナナでダジャレ、なんだこのコーナー。バナナでダジャレ、ナンバー7。ゴリさん、このダジャレは何点？4点。それではゴリさん、はい、中華料理でダジャレを言ってください。中華料理？お前、チンジャオロースだな。意味わかんない。川田さん、このダジャレは何点ですか？2点です。川田さん、はい、相方の嫌いなところは？相方の嫌いなところ、体中の毛。ゴリさん、はい、相方の嫌いなところは？アホ。とにかくアホ。ゴリさん、はい、ちなみに相方のいいところは？いいところ、あの、明るいアホ。どっちもアホじゃないか。川田さん、はい、10億円拾いました、どう使いましょう？相方のいいところを聞かないですね。
10億円拾いました。え、10億円これ誰と喋ってるの。10億円拾った。どう使う、どう使うだろう。でっかいサメ買う。川田さん、キンキにこれだけは負けないと思うことは。年負けない、絶対追いつけないからね。それではゴリさん、はい、この人には勝てないという人は。この人には勝てない、川田の母ちゃん。やばゴリさん、はい、このメンバーも含めた中であなたは何番目にかっこいい。2番。えっ、ー、2番、誰だろう。微妙なところ1番だよな。微妙ね。それでは最後の質問です。お二人とも自分の中でイケてる顔をしてください。イケてる顔、イケてる顔、ね、ガレッジセールさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これ怖い、怖いでしょ。はい、というわけでちょっとね、見ていきましょう。はい、ガレッジセールという名前の由来はつけられたんですか。そうなんですよ、これいつも聞かれてもね、答えるのに困るんですけど、まあ、会社の人につけられたっていうだけなんですよね。はい、あ、そうなんですか。じゃあうちらと一緒なんですね。結構芸人さんって、うん、はい、自分らで考えたりしてんのかなっていう、自分らで考えて、との却下された。あったんですか。何があったんですか。まず、チンスコをひどいでしょ。チンスコだけ、サトウキビ畑で捕まえて、具志堅ようこそ。具志堅ようこそがもう一番いいかなと思ってた。これいけるぞ。そう、どうもこんにちは、具志堅ようこそです、ワンツーチョッチュねっていう。そんなのは売れないって言われて、そう、それでガレッジセールでいいんじゃないかって言われて、うん、ああ、なるほど。そしてまずゴリさんがね、一番大切な人、相方と、うん、変えよっかな。そして川田さんは友達、うん、相方ですけど、もともとは友達、友達やと。で、大切、川ちゃん歳暴。ここは友達という感覚はないと思うんですよ。元々は友達じゃなかった。ないです、ね、違います。事務所に入って初めて知り合ったんで、ね、誕生会とかはお互いにもうやらないですね。誕生会だよ。お誕生会するんですか。命を授かった日は祝うよ。どんな誕生会になるんですか。もう笑し合い。翌日に、例えば俺の誕生日だったら、どこどこに何時に来てくださいって、後輩とかみんな行って、せ来たらもう部屋の中真っ暗で、でも人が30人ぐらいうようよいるのは分かる。真っ暗で怖い怖い。そうで、こちらに座ってくださいって言われて、もうこう暗いからこうやりながらやっとり座ったら、いきなり向こう側の方にスポットライトがスッてついたら、いきなり女の人バイオリン40層さあ。誕生日会の時はどんなことが。川田の時はちょうどフィリピンに映画のロケで行ってて、うん、はい、それでこうフィリピン現地の人をこういろいろ協力してもらって、うん、デジカメでこうフィリピンの街中を僕が撮ってて、普通にみんな歩いてるじゃないですか、で普通にもういっぱいもう何十人でバーって歩いてるんですけど、その中の一人が突然カメラ過ぎる瞬間に、川田最高。過ぎていくっていうの。そういうのいっぱい撮ってつなげて編集して、それを流したりとか。なんか誕生日楽しいですね。アホなことをやるのが、ネタくるの大変ですけどね。そうタロどうしようっていうのが一番怖い。やったことないね。ゴリさんの相方の嫌いところはアホ、とにかくアホ。先ほどは明るいアホが好きだと言ってましたけども、例えばこうね、まあ、汚い話だけど、こう例えば犬の糞とかが落ちてたら、こうロケ中ね、遊ぶとかでこうハンガーが落ちてたから、ハンガーをこう伸ばして、川田がこう刺して持ち上げようと思ったら、やっぱり犬の糞が大きくて、結構シベリアンハスキーかな。いや、なんでもないよ。それはしない。やろうかなと思ったら、ハリガニがこう曲がって曲がってピーンってなった。ピーンってなった時に糞のかけらがピタッて、今フンがここについたらどうリアクションする。もう
つくんだよ。わってなこうでしょ。はい、変わった。いやいや、でもそれはあるでしょ。なんで笑うんだよ。うんこついてんだぞこれ。そうだ。うんこついて。おい、俺も額にうんこついてるよっていうので、ね、もったいないなっていう。面白いですけど。しかもね、ピタッて音すんだよ。ペチッていう音がして、ペチッて音がしたと同時にやっぱりこう払うっていうのが人間ですよね。そういうところがほらあるんですね。あとゴリさん、この人には勝てない、うん、川田の母ちゃん、母ちゃんよ、あのね、これは確かにアホ、ネタみたいな母ちゃん、それ監獄なんだから、そう、母ちゃんは本当やばい。だって病院に一回母ちゃんに用事があるって行った時に、病院でヤギ飼ってるんだけど、病院でね、沖縄の人はヤギ多いから、病院でヤギの角つかまえて格闘してんのよ。もうヤギが分からない、なんでヤギの角つかめこうやってんのか。しかもその時の言葉がめめうるさい。めしか言わねえよヤギだから。ヤギはめしか言わねえよ。徳田ね、堂本新聞。ご覧ください。業界騒然、ガレッジセール、芸人川田を襲う魔の病、芸人を襲う突然のフラッシュバック、奇病、それともただの天然なのか、多分天然でしょうね。全然わかんない。だからの話で言えば VTR あります。日テレの番組で撮ったんですけども、その時は僕そんなにわからなかった。ガレッジセール、ゴリっておもろいなという感じだったんです。川ちゃんの印象は全くなかったですね。もうゴリはまあまあね、まあ、ああいう感じですよ、母ちゃんは強烈ですよ。本当にふっと母ちゃんを生放送中見るんですけどね、沖縄に帰りたそうな顔してます。それがまた強烈におもろいですね。なんとも思ってないんですもん。あんなお笑いないですよ。まあね、見たこともないお笑いよ。それもええ意味でね、ほんま強烈ですよ、ゴリより。時々ぼーっとしてますもんね。遠く見つめてますからね。沖縄に帰りたいと思いますよ。ゴリに捕まって連れてこられてるのも正直聞いたってください。もう帰りたいのかと。今担当直入に聞きましょう、はい、帰りたいですか。帰りたい。僕相方だから分かるんですけど、仕事一回とちったことがあって、あら、全然来なくて、腹おかしいなと思ってバーって電話かけたら、パッてやっとりつながって取って、もしもしで、お前何やってんだ、今来たのか、って、いや違う、今湘南にいる。え、どうしたって言ったら、沖縄のこと俺好きだからさ、海見たくなって、って言って、いやそんなの分かるけど、お前まあもうみんな待ってんのスタッフ、って俺帰らない、沖縄に帰る。プーぷー、本当に一回やったことだから、沖縄が好きで、本当に海が、沖縄の海が、目黒川いいじゃん、汚いじゃん、ええとこですしね、ほんまにね。東京出てきたら、湘南っていうのがやっぱり有名、とか知ってるから、歌とかでも、で湘南に行ってみようって言って、湘南に行った瞬間に猫が浮いてて、もうショックで、あまりの汚さと、あと、あ、これが海猫っていうやつなんだ。違う違う違う。いただきましょうかね、ちぎれる漢字ツアー2002、渚のピンポンダッシュ。はいはい、これはガレッジオンザプラネット、これあの海外で初めて公演やったんですよ、アムステルダムで、オランダの、そうそう、で初挑戦で、その舞台とそこに行くまでの道のりで、あの終わった後の公演、はい、ちょっと舞台とロードムービーみたいな感じのが入ったビデオです。ビデオが出るんですね、はい、ピンポンダッシュの方はあの全国ツアーで普通のこう全部コントです。こちらね、ぜひ皆さんも、チェックなさってください。はい、お願いします。じゃあもう一枚、食券乱用、ゴリの影に謎のレースクイーン。プロデューサーを差し置いて番組出演者を勝手に決定。捕まれた悲惨な現場に人気グループ S の M が激白。レースクイーンは勝手に出演交渉したのかな、これちょっと楽しみですね。そんなのないよ、ちょっと証言見てみましょう、どうもゴシ君、ツヨシ君、お元気ですか。遠いぞ、遠いぞ、遠いです。2人はすごく真面目、誠実、
で一つ一つの仕事に対して責任感をちゃんと持ってる。ただそれはあのパブリックイメージ的な話ので一緒にいざ仕事をやった時にあれあいたたたこれは参ったぞっていう問題が一つ二つございます。何まず母ちゃん、はいはい、母ちゃんから電話かかってきたりとか一緒に仕事をした後どうも体調が優れない風邪かなと思って病院に行くと全然健康です。おかしいおかしいと思ってて知り合いの霊能者の方に見てもらうとこれはあなたの周りですごく強い霊をいつも連れてきてる人がいます、その霊の仕業じゃないですか、うん、本当にやめてください、早く霊を取り払ってください。霊いるんだ、ちょっと塩もみしてください。ゴリさん、はいはい、番組の中で共演させていただいた時にメインボーカルを決めようという企画があって対決なんですね、ガレージセールのお二人とがみずるので、まずレースをやりました、うん、そしてカラオケをやりました。レースにもレースクイーンというのが二人立ってます。でそのレースクイーンがカラオケのシーンにもなぜかいる、これどういったことなのかなでちょっと不思議に思ってると何やらずっと目を合わせてニタ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 デレ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 してる。嘘つけよ、なんか知ってる人なの？絶対ない。いや実は深い仲だと。ない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 。一体どういうことなのかな。まあちょっと。おっかないなあの人。山岡充さんが証言してくださいましたけども、単純に知り合いだったんですよ。あ、そうなんですか、はいはい、レースクイーンに知り合いがいるんですか。知り合いだったんです。もともと僕レースやってたって言ってないんでしょ。言ってない言ってない知らないもんな。そっか、じゃあ今伝えよう、レースやってます。正直言いましょう、合コンですか。ん、合コンですか。合コンという名のレースですか。うまいこと言ったね。いろんなジャンルありますもんね。もういろんなもう他の男と競い合いながらどっちが先にたどり着くか、あのこれはね皆さん勘違いしてるから正直に言いますと、合コンで知り合いました。そのままだよ。まんまでしたよ。合コンで知り合ったんですけれども別にあの何もないですよ。偶然の友達がその仕事場で一緒になる。そうです。ああ、そうですか。この番組は怖いです。びっくりした。それで川田さんの、はい、気になるところはもうありましたけど、うん、霊がいるんですか、うん、川田さんに。悪霊はねこれマジなんで、霊媒師の方に、うん、見せてもらって、うん、あなたはたくさんついてるから塩もみをしなさいって言われて、うんうん、僕はもうとりあえずもう塩もみをして。でも実際になんかこれ霊の仕業ちゃうかみたいな嫌な経験とか寝てる時とかないですか。これが全くないんですよね。絶対もういろんな霊能者になっても絶対にあんたは霊がいっぱいついてるって。うん、実際に霊を見たとかはないですか。ちょろちょろありますね。そのちょろちょろ聞かして。沖縄で一回な同じ人にやられて、そう同じこうやって寝てたらあのこっから上のお手手が同じようにポトって並んでたんですよ。ここだけがあると思う、はい、そう正直だからあれ光一添いねと思ったんです。ごっついな、うん、あれ体動かへんな、うん、あれどうしようどうしようと思ったらうわーって掴まれて、うん、ほんでああああってなってたら金縛りがバッと溶けてでちょっとこう跡っぽいのとかつくんですよ。跡もこうちゃんと見えるんですか。はい、なんか跡やんみたいな、うん、これで光一見たら光一はスエスや寝ててでも怖いねんけど寝たんですよ、うん、で光一にいや昨日さーってガー掴まれてさうん俺も掴まれた。早速座右の銘に参りましょう、はい、お二人いっぺんに見てみましょうね。こちらじゃーん、はい、ゴリラになりたい、うん、なりたいゴリさん、ね、なっていただいて川田さんが、うん、男は30から、うんうんうん、なるほど、うん、ゴリラになりたいということです。うん、見た目ものすごく強そうでしょ。はい、強そうですね。外は強いの、殴られたりとか、そういうのは大丈夫なんだけど、中が弱い。とにかくすぐ病気になる。川田さんは相方より俺の方が強い。体強いんですか。ね、うん、入院とかもないです。もうないですね。頭が弱いよな。
その遺伝だな、それは。俺関係ないな。まあ内面からも強くなってゴリになりたいと。そうですね、ゴリラになりたいということなんですね。男は30から、はい、これは男は30からどんどん太ってくるっていうのを気づきましたね。食生活は全く変わんない生活をしてるんですけど、もうね、この3ヶ月で8キロ太ったんですよ。8キロも8キロ。2人はまだ23ですね。だから30になるともうどんどん、僕ね太らないですよ本当に。いやだから僕も太らない体質だったんですよ、いう人が案外危なかったでしょ。来るね、いきなり来るんですよ。でも23でもそういうのは感じない？ありますよ、体力の衰えとか。あります、あります。10代の頃って結構身体的に無敵やと思ってたんですよ。俺には限界ないぜっていう体力的なものあったんですけど、今ダメですね。お酒は、お酒は最近あんまり飲まないですけど、まあ少しはですね。そんな飲まないですね。二日酔いの経験とかありますよ。30超えると現場で吐くようになるから。関係ないよ。自己管理のなさで。アトムコールセンターで初めてのお客様が気持ちよくご利用になれるかは私たち次第。とびっきりの声の笑顔でお待ちしています。ありがとう。声の笑顔のアコムです。初めてのアコム。アコムのドアの向こうにいるのは私たち。ご挨拶の時の笑顔を何よりも大切にしています。いらっしゃいませ。どうも。笑顔の挨拶アコムです。初めてのアコム。娘みたいだなってきめ細やかな泡がもく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 って出てきて、自分の手では作れないですね。髪の毛がすごい傷みやすかったんだけど、ダブのシャンプーは優しく、まあ、くるくるって洗うだけで、やっぱり娘とかもなんか髪の毛がツヤツヤいいなって。成分の4分の1がモイスチャーミルク、ダブから初めての泡のシャンプーです。それがすごい感激しました。うん。誕生ダブモイスチャーフォームシャンプー。さあ、お座敷どーもとではですね、ゲストに思い出の曲を伺っております。 VTR があるということなのでね、ご覧ください。なんでお二人はこの曲、ちょうど吉本興業に入った、はいはいはい、年で、こう渋谷公園通り劇場っていうのがあって、その劇場に芸人としてじゃなくてボランティアスタッフってただ働きのがあるんですけど、それで雇ってあげる、呼び込みだ、チケットのもぎだ、電話取りだ、コピーだって全部雑用やった時に、ちょうどこの公園通り劇場で渋谷系ウラリンゴっていう、今田浩二さんの司会の番組になって、その時のエンディング曲かな、それで流れてて、こういつかこう今田さんみたいにこうなんか一つの番組司会とかやろうなとか言いながら、こう初めて吉本入って、こうよし今から頑張るぞって思った時に流れてたから、なんかこれ聞いたらすごく初心に戻るっていうか、あ、その当時のことを、そうそう、なんかパッと思い出すような、そうそうそう、へえ、普通にもうこれ聞くとジーンとするんですよ。こんなに気持ち悪いですもんね、ね、二人でね、というわけでこの曲をですね、お二人に歌っていただくわけですけども、はい、テレビとかでこの曲歌ったことはないですね。テレビっていうかカラオケでも歌ったことないですよ。あ、そうなんですか。聞くのが好きなんですよ。そうそれをお二人に歌っていただきたいと思いますんで、はいはい、カットですよ、ね、ですね。なぜか切ない日で変わらない。
風に乗